どうもこんにちは。ご視聴ありがとうございます。革命の地、3日目に突入しました。まずは、2日目終了時点での拠点の様子を紹介しましょう。まずこちらが、革命軍に反省を促す雪だるまです。ダンスは踊ってくれません。恥ずかしいのかな？それ以外に、拠点中央の変化はありません。では、裏口という名のメイン玄関から出てみましょう。行商人くん、邪魔だよ。一応、取引の内容は確認しましょう。特に欲しいものはなし。じゃ、次に行きましょう。拠点の正面玄関を出て左に曲がると、焼き土下座のできる場所があります。どうしてこうもネタに走った構造物ばっかり存在しているのか。まあ、革命の地のメンバーは存在がネタのようなものだからな。あ、魔球さんが挨拶をしているので、挨拶を返しましょう。せっかくだし、焼き土下座、やっていきますか。熱いのかな、どうかな。もちろんですが、見た目だけでしたとさ。はい、じゃあ、次行きますよ。焼き土下座の近くに、トロッコの発射場がありました。これは、どこに繋がっているのでしょう。行ってみましょうか。レール仕組み、ある。そしてその先には、誰かの家のようなものが。誰のだ？あ、犬宮さんの家か。じゃあ、中のチェストとか漁ってもいいよね。なんだよ、ダイヤがないじゃないか。しけてやがるぜ。地下採掘場への穴もあるんですね。2階はどうなんでしょう。エンダーマンが置いていったであろう、草ブロックがありますけど、壊しておくか、犬宮さんのためにな。次行きますか。次は裏口を出て正面に進み、突き当たりを右に、道の色が白と黒の、喪に服した色に変わります。この先には、何があるのでしょう。ノエゾウさんの墓でした。ディパーチェー。これは確か、ガサキさんが作ったものだったと思います。ノエゾウさんと共に、滅びてしまった惑星シーアもここに眠っているようです。いつか、復活することを願って、ノエゾウさんの墓の前で食べるベイクドポテトは美味しいな。次に行きましょう。山岳の方に向かいます。ガサキさんの拠点があります。まだ作りかけのようです。この後の整備の時に、バンジャンを立てたい棒タラちゃんと水をめぐった攻防が繰り広げられます。すごい数の労働基準監督署に襲われたのでカットしました。おかしいな、特にブラック労働は強いてないんだがな。で、ここがローザリア地下鉄道の入り口です。ピスカチオさんが整備している場所ですね。そして、前回あたりでニコライ隊長が迷った場所でもあります。横穴から続く洞窟がかなりの広さだったようで、そこで迷子になったらしいです。この地下鉄道は、この前に見つけた村を目標に、延伸工事中です。まだこの段階では、途中までしか掘削できていませんね。まあ、2日目ですしね。地上に戻りましょう。次に紹介するのは、釣りの名所です。要は、自動釣り機ですね。ラケンさんが作りました。でも、バージョンの違いなのか、マルチ特有のラグの問題なのか、うまく動いてくれないようです。なので、釣りの名所と歌いながら、誰も利用していないという残念なことに。あ、ここはフニチカ、じゃなくてウーパールーパーが飼育されている水槽です。数も増えましたね。下手すると誰かの拠点より大きな水槽です。心が荒んだ時は、この水槽を眺めていると癒されそうです。例えば、廃校探索で荒んだ時にね。では次ですが、なんだかおしゃれな家があります。ここは、タイタヌさんの家のようです。で、オタク訪問を邪魔するんじゃないよ。これから私はタイタヌさんの家を紹介するんだ。後にしてくれないかな。もう、ゾンビまで来て、キリがないよ。家の中に避難しましょう。助けてタイタヌさん。で、ガラスが貼られてないじゃないか。でも、そこを覗けば、やっぱりおしゃれですね。次に行きましょう。ここは元、革命軍捕虜拷問部屋です。ここには、ゾンビになってしまった、村人が収容されています。せっかく頑張って連れてきたのにね、残念だね。まあ、そのうち治療されるでしょう。ちなみに捕虜たちは、より快適な空間で飼育されています。革命軍は優しいから、捕虜を拷問なんてしないよ。ぬ、敵の気配。また老気か。もうわかったって、サービス残業を押し付けたり、タイムカードに自己研鑽スタンプをさせたりしないから。さすがに老気に湧き続けられても困るので、寝ることにしました。今は魔球さんと私しかいないので、自由に寝ることができます。よし、拠点の紹介の続きをしましょう。ここは、アイテムの焼却炉ですね。
使われているところを見たことがないけど。では、次に、なんか目立ってる溶岩のタワーを見に行きましょう。なんだろう、あれ。初代革命戦士、ニコライ一世が沈んだとされる溶岩。ニコライって、今何代目なんだ。で、これが初代ニコライが沈んだ溶岩ですか。伝説の棒も、この中に溶けてるんだね。お供え物には、よくわからないものたちが入っていました。追加で入れておこう。お、山の上に、何か見えますね。撮影当時はよくわかりませんでしたが、あれは、政府軍のスパイが建てた監視塔のようです。いや、スパイならもっと隠密に行動旋回。政府軍が、我々革命軍の行動を監視するために建てたそうです。危険なので破壊しておきたいですが、革命軍はそんな野蛮なことはしないのです。では最後に、アメジスト採掘場をお見せします。私が最初に探索した洞窟、その下には、アメジスト鉱脈があったようです。アメジスト、最新のバージョンで追加されたアイテムで、まだ健在ぐらいにしか、使い道がないみたい。こんな感じで、生えています。ひび割れたブロックからは新しいアメジストが生えてくるらしいので、無限にアメジストを回収できます。綺麗だね。でも、そのうち工業化モッドが対応してきたら、アメジストをたくさん要求してきそうで嫌だ。ってことで、革命軍本拠地の紹介は以上になります。時間も結構経ってますし、今回はここまでにします。よかったら、いいねなどをよろしくお願いします。ではでは、See you!